百州武道具店の動画。はい、というわけで店長の動画です。お元気ですか？今日は足の話しましょう。やっぱり剣道は手で打ってるように見えるんだけど、足が大事。足で打つんです。足の話もね、本当いっぱいあって、またごめんなさい長くなりそうです。でもみんな上手になってほしいから、また3本立てなりそうです。じゃあ早速だけど、みんなね、その普段の稽古の中で足の練習、足さばきの練習やると思うんだけど、一体先生はね、どういう剣道の動きをやってほしくて、みんなにそれを教えてるんでしょうか。理想の剣道の時の動きっていうのはね、まあもちろんすり足とか送り足とかそういう話は後からするんだけど、まず大きいイメージとしては、自分は白鳥だと思ってください。白鳥って、水から上、上半身は優雅に泳いでるでしょ、優雅に泳いでるでしょ。でも水から下、下半身はブワーッと泳いでる、あのイメージです。普段ね、みんな歩く時っていうのはこうやって、まあこうやってピョンピョンピョンってこんな感じで歩いてると思うんだけど、この時って上半身も一緒にこうやってフラフラ動いてるわけね。剣道の時には自分は白鳥になったと思って、上半身っていうのは高さ上下しません。横に動くだけ、横に動くだけ。どうやって動くか、下半身だけで動かすんです。下半身だけ動かして、スースーって動き方、頭、肩、左手、腰、この辺動かさない、動かさない、こういう動きしてあげたんですよ。普段歩くときはこういう動き、違う、剣のときはスッスッ、大きくも小さくもどっち向いても一歩ですぐに何の準備もなしにスッと動きたい、こういう動きやりたいんですよ。大人の人でもそうですよ。上に打つときに上に飛んじゃう人、足上がって上に飛んじゃう人、これ違うんですよ。頭、肩、腰、左手動かさないです。これはもう水平に動くだけです。そのために大事なのは、まず足の位置、体重バランス。店長が幼稚園だった頃の話。当時私の田舎にはベビーカーなんて洒落たものはまだありませんでした。幼稚園ではベビーカーではなく、鉄製のカゴにタイヤがついた馬車に 4,5 人一緒に乗せられて、いつも公園に行ってました。ある日、友達の T 君がなぜか2本の木の間に挟まってました。おーい、助けてくれー、任せとけー。私は引っ張り出してあげようと T 君の手を引っ張りました。痛い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 。なかなか出ないので、私はさらに思いっきり T 君の手を引っ張りました。ボキッ。なんと T 君の手が折れてしまったのです。いや、わざとじゃないし、とりあえず先生呼んでくるわ。駆けつけた先生たちは大慌てで、 T 君はそのまま病院に運ばれました。翌日、T 君の腕にはギブスが巻かれていました。不謹慎人も、ちょっとかっこいいなぁ、俺もギブスやってみたい。自分が原因であるにもかかわらず、店長はそんなことを考えていました。その2日後、事件が起こります。T 君はまたいつものようにみんなで乳母車に乗っていました。すると突然、痛い！ T 君は今度は乳母車のタイヤに自分で腕を突っ込んで挟んでしまいました。先生、T 君がまた腕痛いって言ってる。T 君はまた病院へ運ばれました。翌日、幼稚園に来た T 君は両腕にギブスを巻かれていました。もう痛そう、かわいそうといった気持ちよりも、両手にギブスという見た目のインパクトの面白さの方が勝ってしまい、みんな笑いをこらえています。先生でさえ少しにやけていました。そこから T 君は一瞬でみんなの人気者になりました。おしまい。早速足の正しい位置なんだけど、これはもう基本中の基本だから、みんな何回も聞いたことあると思う。だけどここで差がつきます。なかなかもうこのままっていう子は、あ、知ってるよ、またその話だよ、もう何回も知ってるしできてるしっていう子、このビデオ見て上達する子は、いや、もう一回だけ見直してみよう、立ち上がってすぐ同じようにやってみる子、こういう子は上手になります。だから知ってるって言わずにね、もう一回だけ見直してほしいの。特に左足、なぜか、今から大事な話するよ。剣道って右足から打てとか右足から飛べとかってなるんだけど、その右足を動かすエネルギー、パワーっていうのは、実はその元は左足にあるんですよ。だから大事なの。右足から上手に攻めない、右足から間合いをうまく詰められない、踏み込めない、左足が残っちゃう、これみんな左足がしっかりしてないからなんです。もう最初に言っておくと、左足の膝の裏曲がってる人、これ打てません。と同時に、左足のかかとが床についてる人、これも打てません。商談審査の審査員の先生が言ってたんだけど、もう消去して、立ち上がった瞬間左かかとついてるなんて、もうこれダメだよね。早く打ちたい、遠くに打ちたい、素早く打ちたい、左足引きつけたい、まずは左足一回見直してください。
まず、左右の足の幅は、拳1個分です。そして、右足と左足の前後はですね、右足のかかとと左足の先、ここを同じラインで揃えてやります。そしてポイントは、右足、左足、両足とも、つま先を相手の方に向けるんです。相手の方に向ける。でね、右足は簡単なんですよ。問題は左足。左足がこう開いちゃう人いるんです。これ、種目足って言います。なぜダメなの？これは、みんな前に飛びたいんだけど、左足がこう向いてると力が入らないんです。力が逃げちゃう。前に飛べない。そして、相手から見た時に、打ってくるのがバレるんです。これのせいで。で、最後に、体が、本当はこう相手に正対してたいのに、これが開いてると、こうなってるんですよね。こうなってる。開いちゃってる。だから、これをぐっと戻すっていうのは、これだけだと難しいんだけど、ぐって戻すってことは、まず、体をこう入れないといけない。左腰をこう入れない。おへそを相手の方に向けると同時に、左足がやっとこっち向くんです。ただ、これだけだと不十分で、そこから打とうとすると、両膝の内側に、もうボールでも挟んで、それをこう押し込んでるような、両膝の内側に、それぞれ力を入れると、ぐっと入るんです。なんでこれ足こうなりたいかっていうと、剣道は右足で攻めろ攻めろってやるんだけど、その右足で攻める力の源が左足になるんです。これをぐっと張ってないと、右足から攻めたり、打って出たりできないってことですよね。そして、左足が開いちゃう。こうなっちゃう。種目足になっちゃう。これが治らない一番の原因っていうのは自分で気がつけないことなんですよ。気がつかない。本人はこうやってると思ってるんです。なんだけど、周りから見たり、先生が見るとこうなってるんですよね。だから、まずはビデオを撮って、スマホで撮れますから、こうなってるんだよっていうのを気づかせてあげる。それだけ。そして、両足とも相手の方に向いたら、次は左足のかかとですね。ここを少しだけ浮かしてやります。浮かすっていうよりは、むしろ、この左足には上から、こういう方向で上から下に踏ん張る力がかかるので、ここを、あえてことさら浮かすというよりは、むしろ下げる、つかないところまで下げる、ギリギリのところで踏ん張るっていうイメージの方が近いと思います。そしてここからが差がつくポイントなのでよく聞いてほしいんだけど、このかかとを少し浮かした状態っていうのは、これは実はね、めちゃくちゃ疲れるんですよ。だから、初心者の人とか、一般の、我々一般の人もそうですけども、どうしても稽古の途中で疲れてくるとかかとがついちゃうんですよね。でも、これやっぱり楽なんだけど、かかとがついちゃうと打てないんです。だから少しでも1秒でもその1回の稽古で長い時間意識してかかとを左かかとを上げるようにしましょう。そしてまた大事な話があって、この左足のここわかるかな、ここ日鏡っていうんだけど、ここがこう曲がっちゃってる人っていうのは、これもやっぱり飛べません。いくらかかとが浮いてたとしてもこう飛べません。これなんでかっていうと、体重のバランスになるんですよ。これほら、前足、右足ばかりに体重が乗ってしまって、こっちの足全然効いてないのね。本当は正しくは両足均等に体重乗せないと前には飛べないんですよ。なんだけど、こっちがもう緩んじゃってるから、前足にばかり体重が乗ってしまって、これ飛べないわけ。正しくはどうするかというと、この、日鏡を中心に、ふくらはぎ、太ももの裏、少し、伸ばすんです。緊張させるの。伸ばす。でも、伸びきっちゃダメなんですよ。伸びきっちゃうと、もう、力入んないし、かかともついちゃうわけ。だから、少しだけ、ここ緩める。この左足後ろの、日鏡、このあたりがうまく伸びてるかどうかっていうのはね、一発でわかる方法があります。これ、袴を見ればわかるんですよ。日鏡がいい具合で伸びてる人の袴は、ここがまっすぐストーンなのね。ストーンなんだけど、日鏡が曲がっちゃってる人の袴は、ここからストーン、ストーンっていう風になってます。ストーン、ストーンっていう風に袴がなってます。ここに、こういうくの字の折れ目ができちゃうんですよね。まっすぐいい感じの日鏡の人は、袴がストーンと、こうなります。左足、後ろ足の日鏡を中心に、ふくらはぎともも、緊張させて、少しだけ緩めて、あと、左かかとも少しだけ浮かします。そして、前後の体重バランスは 50-50。両足に体重を均等に乗せると、一瞬で、ドンと打てる足になります。最後にすり足って話をします。すり足っていうのは、まあ普段ね、みんな歩くときにこうやって足上げて歩くと思うんだけど、
剣道の足の動きはこれやりません。剣道の足の動きっていうのは足の裏を床にするように、こういう風にするように動きます。そしてなんでこのすり足しないといけないかっていうと、最初に覚えてますか、剣道っていうのは体の上半身っていうのをできるだけ動かさないで水平移動がしたいって言いましたよね。だからこうやって歩いてるとぴょこぴょこなっちゃうんですよね。だからこれをすり足でススッと吸ってすればこういう風に動けるよ、そういう話です。この次のビデオで出てくるね、送り足とか、歩み足とか、継ぎ足とか、そんな足、みんなこのすり足でやるんだって覚えておいてください。じゃあ最後にこの1本目のビデオのまとめをしておきますね。剣道でいう右足からの攻め、右足からの打突っていうのはすべてしっかりした左足が必要だって話でした。2番目は、両足ともまっすぐ相手の方に向けると、こう開かない、種目足にならないって話でした。3番目は、左足のかかとを少し浮かすって話でしたね。4番目は、左足のひかがみ、膝の裏をしっかり伸ばして、ちょっとだけ緩めるってことでした。で、5番目は、右足と左足の体重バランスは均等、50対50ですよと。で、最後に、剣道でいう移動は、すべてすり足で行います。頭がぴょこぴょこしないように、すべてすり足で平行で行いますってことでした。今日はこのあたりで、ありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。